あ、皆さんこんにちは。はい、本日も2021明治安田生命 J1 リーグ第25節 JA バンク広島 JA 共催デイサフレッチェ広島対川崎フロンターレ戦、ようこそエディオンスタジアムへ。ありがとうございます。さあ、続いてのプログラムなんですけども、もう準備はバッチリでございます。海上自衛隊呉音楽隊の皆さんです。ご紹介します。昭和31年10月に発足、全国に6つある海上自衛隊の音楽隊の一つです。昨年に引き続きにぎわいステージに登場していただきます。また今日はですね、にぎわいステージ以外にも選手入場時アンセム生演奏、そしてハーフタイムに場内パレードを予定しております。まずはですね、このにぎわいステージで圧巻のパフォーマンスご覧いただきたいと思います。それではお願いします。こんにちは。本日はサンフレッチェ広島 J 隊祭り2021にようこそお越しくださいました。ここからのしばらくのお時間、私たち海上自衛隊呉音楽隊の演奏をどうぞお楽しみください。ここで演奏に先立ちまして、この度の大雨により被害に遭われた方々に際し、心よりお見舞いを申し上げますとともに、被災された方々の一日も早い復興をお祈りし、本日は演奏させていただきます。それでは指揮者をご紹介しましょう。指揮は呉音楽隊長一等会進藤智樹です。そしてご案内役は私二等会僧竹中智則です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、オープニングは呉といえばこの曲、宇宙戦艦ヤマトをお送りしましょう。必ずここへ帰ってくるとという歌詞に思いを込めて、任務のために出航する隊員を見送る際にもよく演奏するこの曲は、すっかり私たち呉音楽隊おなじみのナンバーです。それではお聴きください。宇宙戦艦ヤマト。さて、7月23日に開幕された東京オリンピック2020では、
歴代最強メンバーと言われた男子サッカーの白熱した試合が続き、ロンドンオリンピック以来のベスト4に入り、日本中に元気を与えてくれましたね。今や世界と肩を並べ、私たちに夢を与えてくれる日本サッカー界ですが、その人気とレベルを飛躍的に向上させるきっかけとなったのは1993年、プロサッカーリーグ、通称 J リーグの開幕です。数々のスタープレーヤーから感動の名場面が生まれ、現在のサッカー人気へとつながりました。次は日本サッカーにとって特別な年となった1993年にヒットした曲、松任谷由実の真夏の夜の夢をお送りしましょう。当時社会現象となったドラマ誰にも言えないの主題歌で、エキゾチックな音楽にも誰もが虜になりました。それではお聴きください、真夏の夜の夢。
ありがとうございました。真夏の夜の夢をお聞きいただきました。次は同じく90年代にスタートした人気アニメのテーマ曲をお送りいたしましょう。見た目は子供、頭脳は大人、その名も知ってるね、ありがとうございます。名探偵コナン。この曲は皆さん聞きなじみがあると思います。次は事件を解決するときに流れているあの音楽、名探偵コナンのメインテーマをお送りしましょう。コナンの人気はテレビアニメのみならず、今年4月には24作目となる映画を公開、今や国民的アニメとなりました。作曲者の大野勝雄は西城秀樹や沢田研二、そして石川さゆりなど日本を代表するアーティストに楽曲提供を行っていて、伝説的刑事ドラマ太陽に吠えろのテーマ音楽も大野勝雄の作品なんです。それではお聴きください、名探偵コナン。コナンをお送りいたしました。皆さん、コナン君というよりはベテランの方が出られるね、コナン君ってコナンさん、コナン先輩というんですかね、という感じでしたね。次も今年話題の映画作品新世紀エヴァンゲリオンのアニメに使用されている曲フライミングザムーンをお聴きいただきましょう。宇宙戦艦ヤマト、機動戦士ガンダムと並び後のアニメへ影響を与え第3次アニメブームを起こしました。そのエンディングテーマとしてフライミートゥザムも使用されていたことで、それまではジャズのスタンダードナンバーとして知られていたこの曲は新たな世代の関心を集め、若者からも人気のある曲となったそうです。それではお聴きください、フライミートゥザムーン。
ありがとうございました。フライミングザムーンをお聞きいただきました。時間が経つのは早いもので、私たちの演奏は次の曲でおしまいとなります。これをもってステージラストを飾るのはスイングジャズの名曲シングシングシングです。日本では映画ベニー・グッドマン物語やスイングガールズで演奏され話題となり、劇中で演奏されるシングシングシングを聴いて吹奏楽やビッグバンドに興味を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。夏の暑さを吹き飛ばすようなクレオン楽隊のクールなサウンドをお楽しみください。本日のラストナンバーシングシングシング。
ありがとうございました。プレ音楽との演奏会は以上でおしまいとなります。ここで皆様にお知らせがございます。本日は自衛隊ブースをあちら皆様から向かって右側に用意しております。こちらでは南極の氷のほか多数展示しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらも足をお運びください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう素晴らしい演奏で、なんだかもう聞いてたらすごくワクワクして、皆さんもね、マスクの下がどんどんこう笑顔になってくるような、なかなかコロナ禍で難しい時期ですけども、すごく素敵な演奏を聞かせていただきました。今一度皆さんに大きな大きな拍手を送りください。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のお題で